肉の焼けるいい匂いがする。食いたくなっちまうな。ジュンちゃんぶっこんでくれた俺の。いいから後片付けしただけだぜ。おう、ひろ。ちょっとさ、純ちゃんさ、こいつね、今うちの事務所で寝泊まりさせてんだけど、ちょっと純ちゃん、射程として可愛がってくんないかな。おー、いいよ。お願いしよう。よろしくお願いします。あ、じゃあ先生、さっきの五十嵐もいいかな。おう。あいつ、組みハマんなっちゃってさ、金に困ってて助けてやってんだ。純次君の連れなら大歓迎だ。すまん。転がしてないうちの土地あるから、そこ埋めちゃおう。よし、ぶっくんじゃ。そんな顔されたら興奮するな。これ今月の掛け金。まあ保険金の配分についてはまたゆっくり話しましょうか。とにかくお酒飲まして殺しちゃうけど、それはほらそちらが頼み込んできたわけだからね。なんでケンちゃん電話に出ねえんだよ。私もう胃が痛くて。おい、お前なんでここに連れてこられたか分かってんのか。ここで働いて借金か。借金が雑用汚れでなくなるわけがええだろ。ごめんなさい。おい、お前死ぬんだよ。酒で体食わして死ぬんだよ。その保険金をこっちは待ってんだろうが。お前の家族に頼まれてんだよ。分かったらさっさと飲め。純次さん。